カ田大橋は、愛知県は愛妻市の木曽川に架かる、愛知県道、岐阜県道、三重県道125号鞘や多線の桁橋である。長良川の長良川大橋、伊比川の油島大橋と合わせて、愛知県、岐阜県、三重県を結ぶ重要な橋である。愛知県、三重県方面から木曽三川公園へのアクセス道路であり、休日などは混雑する。この地域は、 愛知県と岐阜県の県境は、長良川になる。そのため、木曽川の右岸左岸とも、愛知県になるため、立つた大橋は、両岸とも、愛知県である木曽川の唯一の橋である。橋周辺の木曽川は、木水域となっていて、干潮時には、橋の下に、砂浜の島が出現することがあり、山としじみの漁が行われている。橋の両側にある歩道からの釣りは禁止されている。 木曽川長良川津見世割艇の道路が2010年10月1日より通行規制されている。木曽山線公園センター展望タワーから望む木曽川に架かる竜田大橋竜田大橋と木曽川左岸にある国営木曽三河公園東海広場東エリアのデイキャンプ上国が周辺の河川実機の右岸と左岸に木曽三河公園の東海広場を整備し、 管理を行っている。1990年4月21日、橋の下右岸に開園。芝生広場、スポーツ広場、1万人広場、マラソンコース、バーベキュー広場が整備されている。520台の無料駐車場併設。2009年4月29日、橋の下左岸に開園。デイキャンプ場、多目的広場、パークゴルフ場が整備されている。 奇水域の川岸では、手長エビハゼ生後などの釣り人が訪れる。ありがとうございます。